はあ、どういうことだよそれ。いやあ、かわいこちゃんじゃないか。わざわざ俺に会いに来たの？それがどうかした？こんなまがいもの、価値がないから俺が破いてやってる。まがいものだよ、こんな絵の具。こんなもので描いた絵なんてろくなもんじゃないね。あの人が使ってた絵の具は、こんな匂いはしなかった。ああ、あれね。あれは違う。こいつが自分で自分の絵に納得がいかないと言って、墨で塗りつぶした。その懐かしい墨の匂いのおかげで、俺は覚醒したというわけ。この匂い、あの人がよく使っていた墨汁の匂いと一緒。嫌だね。俺、この体が気に入ったんだ。